空の英雄たちは新たな旅立ちを迎える。グランブルーファンタジーがバーサスへ。そしてバーサスはアクション RPG としても楽しめる。新たに描かれるストーリーは RPG モードとして楽しむことができる。グランブルーファンタジーらしいクエストクリア形式でストーリーが進行していく。物語を彩るのはおなじみの面々。プレイアブルキャラクター以外も多数登場。メインクエストのほか、キャラクターごとのフリークエストも楽しめる。 RPG ならではの育成要素も充実。キャラクターの成長、武器強化による豊富なカスタマイズが可能。サポートアクションは必殺技とは異なるアビリティ、回復や強化、敵の弱体などの支援効果でバトルを有利に進められる。一部の武器は武器スキンとして利用可能。入手したスキンは対戦時にも反映できる。冒険で訪れる島々では魔物や青少獣とのバトルが発生。シングルプレイのほか、ローカル、オンライン、またはオート操作による2人協力プレイが可能だ。巨大な青少獣とのボスバトル、強力な攻撃を見切り華麗に戦え、オーバードライブ、ブレイクといったモードに応じた対策が攻略の鍵だ。空の世界の新たな戦いを、新たな冒険とその物語を。グランブルーファンタジーを愛する全ての者たちへ。対戦格闘アクションと RPG が融合した新世代王道ファンタジー、グランブルーファンタジー VS。 新たな空が君を待っている。2020年2月6日発売。